考えてくれたのは食物栄養科の2年生北井真央さんと小俣海さんです。夏野菜たっぷりキーマカレーを考えました。レンジで簡単、温泉卵もついています。私は夏の定番そうめんをアレンジした香味料香るトマトそうめんを紹介します。豚肉の味付けを工夫しました。暑さに負けない夏バテ予防レシピ。まずはキーマカレーから。豚ひき肉を炒めて、そこに小さく切ったパプリカとオクラ、ミックスビーンズを加え炒めていきます。不足しがちな大豆を今回は料理に取り入れました。大豆を取ることでビタミン群、ミネラルを補給することができます。夏に取りたい栄養素です。火が通ったら水と市販のカレールーを一かけ加え炒めます。カレーの香りと夏野菜の彩りが食欲をかきたてます。最後にピザ用チーズを加えて炒め、これで具は完成。続いて温泉卵作りです。これがとっても簡単。これぐらいの小さめの深いお皿を使ってください。水は30ミリリットル入れてください。耐熱容器に少し水を入れて、その中に卵を割って黄身に穴を開けます。黄身に穴を開けないとレンジに入れた際に爆発する恐れがあるので、しっかりと穴を開けることが重要です。ラップをふわっとかけて電子レンジで40秒。水を切って終了です。あっという間に仕上がりました。さあ盛り付けです。炊いた米の上に炒めた具と温泉卵を乗せ、チーズを散らした後レンジで加熱したブロッコリーを乗せて完成です。一皿でビタミン群、ミネラル、タンパク質など様々な栄養素を摂ることができます。また食欲が落ちがちな夏にも食べやすい一品となっています。続いてそうめん。飽きやすいそうめんがこのレシピで大変身します。まずはそうめんのつゆ作りを紹介。トマト、玉ねぎ、それに香味料となる青じそを刻みます。ここでポイント。玉ねぎを水にさらすことで辛みを取ることができます。10分ほど水につけた後、切った野菜にミックスビーンズ、市販のめんつゆと酢を加え、よく混ぜます。これでつゆは完成。そうめんだけだとタンパク質が足りないのでお肉を使います。続いて豚肉に味をつけるタレ作りへ。砂糖と醤油、塩コショウ、みりん、それにニンニクと生姜を入れよく混ぜます。そしてここで一工夫。アクセントとして使うのがシナモンです。香辛料であるシナモンを加えることで食欲を増進させることができます。また余分な塩分を抑えることもできます。この一手間で美味しさが増します。肉を焼いてタレをかけ、火が通ったら盛り付けです。完成です。豚肉にはビタミン B1 が豊富に含まれており、夏には特におすすめです。またシナモンを効かせることで箸がより一層進む一品となっています。いただきます。いただきます。いただきます。それぞれの料理の出来栄えは。カレーのスパイシーな味が夏の食欲がない時でも
たくさん食べれる味になってると思います。そうめんなのに豚肉とか豆が入っていて食べ飽きないです。管理栄養士で公認スポーツ栄養士でもある鈴木先生の評価は、2品とも、香辛料を効かしたことで食欲が増すレシピになりました。夏に意識して摂っていただきたいビタミン B 群とタンパク質を豚肉で、ビタミンミネラルを野菜で摂ることができます。こまめに水分を摂ることも忘れないようにしましょう。